皆さんのお手元に本日の第80回の東電本店合同講義のレジュメは入っていますか？レジュメ。原電前に参加された人は渡ってると思います。その中身を 2,3 分で説明して、それから機械を向かったのと柳川を鳴らしました。まずレジュメの1ページ目見てください。東京電力は福島原発事故の責任を取れ、柏崎刈羽原発再稼働するな、汚染水を止めろ。東京電力は日本原電、東海第二原発の資金支援をするな、第80回東電本店合同講義、6時半から7時半まで1時間行う予定です。1ページ目にその目的と進行予定が載っております。6時20分から賛同団体等の紹介して6時半から始めます。コールそのほどですね。でどこの会社の司会でしょうか。損害賠償の迅速かつ適切な実施のために法改正。3つの司会。1、最後の1人まで賠償を完成。2、迅速かつきめ細やかな賠償を設定。3、和解仲介役の尊重。この3つの司会、どこの会社の司会でしょうか。次、裏の2ページいきます。賛同団体120、137団体。今1番目の東電株主代表訴訟から始まって最後の137番目が原発関連労働者ユニオンまで137の団体が賛同しております。で、2ページ目の下の方、電力会社への抗議行動は重要で必要だ。次の3ページ目をご覧ください。放射能汚染水を海へ捨てた、安全な陸上部に保管しておく、昨年保管して午後うんと放射能を少なくしよう、処刑場としてここに10個のあれが載っております。当然は責任を取れ、被害者への賠償処刑その方がですね。それで今後の日程として毎月第1水曜日ですので、6月は3日水曜日、7月は1日の水曜日、8月は5日の水曜日、9月は2日の水曜日、第1水曜日ですね。この3ページ目のところにちょっとした小さい小平の漫画が載ってます。コロナは怖い、もっと怖いは放射能、福島原発事故を起こした東電の責任を追及、やいコロナ、お前行くとき俺万年、お前行くとき俺万年という高校5月の2人で乗ります。上が放射能、下がコロナ。最後4ページ目は福島県の武藤瑠衣子さんが今日の集会に寄せられたメッセージであります。東電は福島第一原発事故によって発生した汚染水、最後まで保管管理する義務がある、こういう言態です。これは後ほど読ませていただきます。こういうレジュメ、第80回第1回から毎月ずっと出してきてるレジュメであります。これは東電行動の優れた伝統で、日本原電の行動では今度は配られておりませんが、東電行動では必ず配られておりますという点でご紹介します。それでは以上でこの4ページ目の資料を説明します。まだ誰かとは後ほど配りますので、この機会に、機械部活が回ります。どうぞ。
ぞ。
自粛であるとかですね、そういったこととは全然違う防災体制として行動することができれば、一気に日本中全部が災害対策基本法のもとに激甚対策に指定できますので、それによって、例えば家に閉じ込まらなければいけなくなったり、あるいは逮捕されたり、あるいは家を失ったり、あるいは規制を失ったり、あるいは制御を失ったりした人たちは全部災害犠牲者として国から一気に支援金を支出することができるわけですよ。実に簡単な話、私たちは津波が地震からたくさんそういう災害対策の現場を知っているはずなのに、今回のコロナに関しては一切その文脈では語られないこの異常さ、これもやはり正常性バイアスみたいな言い方をしますが、政権がこの事件は大したことがないんだと、要するにオリンピックをするたびにですね、コロナ感染症はクラスター対策でクラスターを抱えていけば、完全に制圧できるという誤った見込みで始めたことが、この国の特徴はですね、一回始めて失敗したことを失敗したと反省して立て直すことをせずに、最初から正しいことをやってるふりして、ずる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 と後追いで小出しに、少しずつ少しずつ対策を重ねていき、最終的にはまるでミルフィーユのような腐った楼閣を作ってしまう。もうまさに東日本大震災の時に政府がやった行動はまさにそういうことだったわけですが、しかし当時はまだ政治主導がありました。子ども被災者支援法ができたり、みなし仮設によって家を失った人たちに対して都道府県や国が家賃保証をしたりということを比較的素早くやりました。その後安倍政権によってそれは剥奪されるわけですけれども、私に言わせれば悪夢の安倍政権によってあらゆる政策がねじ曲げられてきたという言うしかないと思っています。で、原発に引き付けて言うならば、東京電力は今団体3次体制に入っているというふうに言っています。これは最大の、いわばこの前はコロナというよりは新型インフルエンザ対策基準に基づいて行動しています。で、原発の中で安全対策をやっている人たちは、感染しないように隔離されていて、それで、安全対策の設備維持に支障を来さないようにすることになっているそうなんですけれども、残念ながら東京電力の中では22名ほどの感染が出ているように報道されています。残念ながらやはりこの感染症、目にも見えませんし放射能と同じです。いつ襲ってきて誰に感染してもおかしくないわけです。感染した人を責めることはできませんが、しかし会社の体制として一体これがどこまでちゃんとしていたのかというのは非常に疑問です。なぜならば今こそ東電がやらなければいけないのは、供給体制のために人や設備を温存し、これから行うであろう台風であるとか、あるいは、ちょこ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 起きている地震のような災害が発生したときに、コロナ緊急事態体制のもとにおいて絶対に起こしてはいけないのは広域停電、これを阻止するための準備体制を構築をし、人や設備や全て準備してなくちゃいけない。それが果たしてできているのか、これはやはり大きな問題です。原発も、今、東電稼働させている原発は1基もありませんから、そこは。